いつもご視聴ありがとうございます。AU 株本証券、投資保室の笹原でございます。FRB 連邦準備制度理事会は、米国現地5月1日までに開催した FOMC 連邦公開市場委員会において、政策金利である FF 金利の誘導目標を6回後連続で据え置くことを決定しました。今回のですね、まあ、決定内容、詳細の方を見ていきたいと思います。はいでは改めて今回の5月 FOMC のポイントになります。政策金利は現状の5.25から5.5%に据え置き。 そして市場の焦点の一つとなっていた量的引き締め政策のペースについては6月からペースを縮小鈍化することを決定しましたまたもう一つ焦点となっていた年内の利下げの有無または場合によっては利上げの可能性についてですけれどもこれはパベル議長が利下げまで想定よりも時間を要するが利上げの可能性は低いと いうことでまあ、利上げを否定したということは市場に安堵を与えたと考えられますえまた最近の経済指標1、3月の GDP 速報値で示された結果によって米国がですね景気の減速と物価の上昇率の加速まあ、これがですね同時に起こるスタグフレーション えーの懸念が一部では高まっていましたけれども、まあ、これについてもスタグフレーションにはならないと予想しているということで、まあ、これを否定したということも市場にとっては安心感につながったというふうに見られます。まあ、そうじて、まあ、ヘッドライン、目立った発言を見ると、ややですね、まあ、ハト派的な印象を受ける内容ではあったんですけれども、まあ、もう少しパウエルョンの発言の内容を細かく見るとですね、まあ、そのニュアンス等から、やはり FRB がですね、 え、インフレ警戒モードにシフトしていることが伺える内容というのが見られましたので、その点をもう少し確認していきたいと思います。で、今回ですね、3ヶ月に一度示される経済見通しですとか、または金利見通しドットチャートの公表はありませんでしたので、市場の関心、注目は文章で公表される声明文と、またファベル議長の会見内容の発言ですね、まあ、ここに集まりましたで。まず文章で公表される声明文については、冒頭の経済物価の現状認識、 に関する段落で。 ここ数ヶ月、委員会の2%のインフレ目標に向けた進展は見られないとの表現が新たに書き加えられていました。でこれまでパウエル議長は、利下げを正当化する、まあ、データについては単月の動きではなく、革新、確証が得られるだけの継続したトレンドをですね、トレンドが重要であるということを再三述べていますので、まあ、その意味で今回の会合時点で、えー、進展が見られないということはですね、少なくとも次回6月11日から12日に開催される、6月 CMC 会合までのわずか1ヶ月ちょっとの間で一転、利下げを判断するだけの材料が揃うというのは現実的には考えられませんので、まあ、その意味で今回のこの発言、えー、今回のこの文言が加えられたという点では6月の利下げはまずなくなった。で まあ、現実的には7月までの間でもですね、そこまでのデータが揃う可能性は低いと思いますので、6月、7月、現実的には利下げはなさそうだということになるかと思われます。で、8月、ジャクソンホール会議を挟みますので、実質的には9月以降に利下げがあるかどうかというところに、現実的なですね、視点は移っていくものと思われます。そして、FRB がこれまで毎月継続的に米国債や住宅ローン担保証券といった保有する金融資産、保有する資産を まあ、償還の都度ですね、再投資せずに市場から資金を吸収することで行ってきた量的な引き締め政策。特に今回米国債の月間の償還上限600億ドルですね。これを上限を250億ドルに引き下げるということを決定しました。償還額というのを再投資しないということは、それだけ債券市場において FRB が 米国債の買い手からですね、まあ、徐々に手を引いているということになりますので、米国債の金利上昇圧力に今まではなっていました。で、この引き締め上限額を600億から250億に引き下げるということで、米国債の金利上昇圧力はやや今後緩和してくるというふうに見られます。一方で、期間債及び住宅ローン担保証券の月間の償還上限額は350億ドルというのを維持する。 ということですので、まあ、こちらのですね、住宅ローン担保証券については引き続き、まあ、引き締め、姿勢というのを維持してるんですけれども、ただこの350億ドルを超える部分の償還額については、米国債を購入するというふうに決定されていますので、 まあその意味では、米国債の方は、その分ですね、まあ、より一段と金利上昇圧力の緩和にですね、働いてくる可能性があるというふうに考えていいかと思われます。そして、パウエル議長の会見内容の方に関してですけれども、発言の中で FRB がインフレ率の低下に自信を持てるようになるまで、これまでの想定よりも時間がかかる可能性が高いという発言がありました。で、前回までの会合では、会見の冒頭で、年内どこかのタイミングで利下げを開始する ことが妥当であるというまあ年内どこかのタイミングというですねまあ、時期も示した上でまあ、利下げに対するですね言及があったんですけれども、まあ、この年内どこかでというですね言及が今回はされていませんのでまあ、その意味でニュアンスとしてはやはりですねタカー的にまシフトしているということになりますまた金利がピークにあるかどうかデータ次第という発言もありまして これも前回会合の中ではですね、政策金利は今回のサイクルでピークにあるだろうというふうに語っていましたので、ピークにあるだろうという見方が今回は経済指標データ次第ということに腰が引けている状況ですから、この点もやや高的な印象を受けると。 という状況です。市場で懸念された利上げについては、次の行動が利上げになる可能性は低いということで、一応文言としてはですね、利上げを否定した形にはなっていますけれども、まあ、一方で金利がピークであるかどうかはデータ次第でわからないということですから、まあ、可能性としてはですね、その利上げという可能性もやっぱり捨て切れていないという状況で、 まあこの点も総合的に見ると、やはりですね、FRB 全体としてはやや多刊的にシフトしている。特にパウエル議長が、どちらかというとですね、ここ直近の発言では他の参加者と比べて、やや鳩派寄りの立ち位置であるということも考えると、実際の FOMC 会合全体のですね、まあ、議論というのは、今回のパウエル議長の発言よりも、実際にはもう少し多価的なんですね、まあ、議論がなされている可能性もありますので、まあ、この点は注意が必要かなというふうに思います。 まあ一方ですね、えー、堅調な労働市場、それ自体はインフレの問題を引き起こすことはないということで、労働市場、堅調な労働市場と物価はね、少し切り離して考えるというですね、まあニュアンスの発言がありました。まあその意味で、えー、いわゆるソフトランニング。 底堅い景気と物価の沈静化というのが同時に実現できるというシナリオについては、まあ、こちらの方はですね、まあ、まだ見方を維持しているということで、まあ、この点はやや安心感ですね、まあ、覚えるところかと思います。まあ、このように、今後の政策金利の見通しについては、これまでの利下げという見方をやや引っ込め、 利上げは否定しつつもですね、まあ、データ次第というふうにまあ中立的な見方にですね、まあ、戻した形になりますので、まあ、どちらかというと、やはり FRB の高波へのシフトというのがですねやや感じられる内容であったかというふうに思われます。ただ一方で、量的引き締め政策については、特にその米国債のですね金額をこれまでよりも緩和していくということですから、このあたりはやや緩和方向ということで、まあ、強弱入り混じる内容であるということが言えるかと思います。 でその上で、今回の結果を受けて、市場の関心は次回の6月 FOMC で示される FOMC 参加者の金利見通し。まあ、ここに移っていくということになりますで。左側のグラフ、ドットチャートですね。こちら FOMC 参加者による金利の見通しをですね、まあ、この青い点で示したものになります。前回3月 FOMC の時に示されたもので、 こちら一番左側の2024年 FOMC 参加者による年末時点の金利見通しというのが4.625%つまり現在の金利水準5.375%から比べると0.75%低い水準になりますので1回あたり0.25%の利下げ幅だと想定すれば3回の利下げを FOMC 参加者は想定していると まあ中央値では想定していいるととうことになりますでただおそらく今回の FMC の内容を見る限りえ、想定よりもインフレの沈静化には時間がかかるということになりますから、この年内の金利見通しというのがおそらく次回6月会合で示されるものは引き上がってくる。 つまり、利下げ回数は3回ではなく2回もしくは1回に縮小される可能性が高いというふうに考えられます。ただし、右側見ていただきますと、こちらですね、FedWatch という金利先物市場から逆算してですね、市場が折り込む年内の利上げ回数、こちらを示すデータになります。赤枠で囲った2024年9月18日の会合時点における市場が折り込む金利水準を見ると、 47.4%ですね。5.25から5.5%。つまり間を取ると5.375。現在の金利水準のままに位置するというふうに織り込んでいる状況になります。逆に100%からですね、この47.4を差し引いた52.6%は1回以上の利下げを織り込んでいるということになりますので、早ければ市場はこの9月の FMC の段階で 利下げが1回行われるという,ふうに織り込んでいいるととうことを意味しますでは年内年末の状況はどうかというともう一つ赤枠で囲った12月18日会合時点ですね、えー、ここの数値を見ていきますと5.25から5.5現状の水準のままというのが20%で1回利下げをした5.0から5.25%の金利水準にあると。 というのが織り込みが39.9%。まあ、この2つを合わせると59.9%になりますので、過、まあ、半が1回以内の利下げという状況を織り込んでいる状況ですから、市場はですね、総じて、すでに今回の5月 FOMC 前の段階のデータで、年内1回の利下げ程度までの縮小というのはすでに織り込み済みという状況です。 逆に言えば、次回6月会合で、この1回までの縮小であれば、マーケットにとってはネガティブサプライズにはならないということになりますけれども、この1回よりもさらにですね、年内0回、もしくは場合によって、利上げというですね、シューナーが示された場合には、この点、金利、為替、また株式市場にとってサプライズということになりますから、そのどこまで、このですね、次回のドットチャート、ここが変化するかといったところが最大の焦点になってくるかと思われます。 その上で、パウエル議長の発言にあったように、データ次第というですね、中立的なスタンスに今回戻されていますので、改めて雇用統計等ですね、経済指標が重要になってきます。雇用統計の市場予想を確認する前に、今回の FMC の結果を受けた、為替市場の反応を確認しておきます。こちら、1分足、ドレンチャートの1分足を示していまして、日本時間5月2日午前3時、 この時間が FOMC の声明文公表、そして3時半がパウエル議長の会見開始になりますので、この前後のドル円の推移を示しています。で見ていただきますと、3時の声明文公表後ですね、まあ、上下円高円安双方に触れてるんですけれども、まあ、その後トレンドとしてはやや円高方向に推移していって、3時半パウエル議長の会見が始まった後もですね、まあ、ちょっと上下触れた後ですね、引き続き円高方向に推移しました。ただし、まあ、午前3時52分、 ここをそこにしてですね、一旦円安ドル高方向に少し戻り歩調になっていくんですけれども、午前5時過ぎ頃からですね、急速に円高方向に触れていくという流れになってまして、ここはですね、米国の金利の動向とは無関係に動いている状況ですので、日本当局のですね、介入が再び入った可能性が高いというふうに見られています。その後5時49分までですね、円高方向に進んだ後は、再び円安ドル高方向に少し戻す動きにはなっていますが、 ま、直近立て続けのですね、まあ、介入があったということで、まあ、やや円安方向へのですね、え、介入結果感というのは強まっているものと考えられます。まあ、仮に介入だとすれば、この入った水準157円台というのはやはり意識されますので、まあ、目先はですね、まあ、雇用統計の結果次第という部分もありますけれども、ま、155円から6円、このあたりのところですね、え、推移というところを想定したいと考えています。 では、今回発表される4月の雇用統計ですね。こちらの市場予想ですけれども、4月の市場予想は失業率で3.8%、3月から横ばい。非の業部門雇用者数は プラスの24万人と前月30万3000人からややですね鈍化する見込みとなっていますまた賃金平均時給については前月比がプラス0.3%と横ばい前年比はプラス4%と3月の4.1%から0.1ポイント鈍化する見込みとなっています今回の雇用統計に影響する可能性があるですね他の雇用関連の指標を見ていきますと昨日発表された常率求人件数こちら企業からの求人数を示すものになります けれども、3月の企業からの求人数というのが848万8千件と、こちら2月から減少しています。まあ、労働市場において企業からの求人が減少するということは、受給の緩和を通じて賃金の低活力に繋がりますので、まあ、この点ですね、労働市場の緩和が継続しているものというふうに期待されます。 一方で ADP の雇用リポート、民間の雇用サービス会社になりますけれども、こちらが昨日発表した4月の非農業部門雇用者数、まあ、政府部門を除いた数値で、前月比プラス19万2000人ということで、市場予想も上回るやや強めの内容でした。まあ、労働省が発表する雇用統計とは必ずしもそのリンクしない計算方法とが違いますので、参考数値程度ということにはなりますけれども、 それでもですね、場合によっては今回の雇用統計、非農業部門、雇用者数が労働省発表の方も上振れてくる可能性があります。ただし、パブリ議長の FMC o での発言でもあったように、雇用市場の堅調がですね、それがインフレにつながるものではないというような発言がありましたので、 雇用の堅調さとインフレ、物価というのをですね、切り離して考えるという認識が意識されていれば、雇用者数の増加、これがやや強ぶく,くんだとしても、ある程度はですね、許容される可能性がありますので、今晩の雇用統計の雇用者数、ここが多少強くてもですね、 市場にとってはサプライズにはならないと。まあ、ドル円もさほどですね、ドル高方向には反応しないという可能性が考えられます。まあ、その点重要になってくるのは平均時給。まあ、こちらの方かと思われまして、ISM のですね、製造業景況指数。まあ、企業の景況感を示す指標になりますけれども、まあ、こちらの雇用動向を示す雇用指数を見ると4月48.6ということで、 まあ3月47.4からですね、数値が上昇改善しているということですから、こちら雇用のですね、環境が改善している中で、賃金についても,も上昇圧力がかかっている可能性もありそうです。その点で、今回ですね、平均時給、この賃金の伸び率が市場予想と同程度、予想の範囲内に収まるかどうかといったところがまあポイントになってきそうで、これら関連指標を掃除で見ると、 まあ、労働市場における求人数の動向を見る限り労働市場の緩和傾向というのは続いているものというふうに考えられますが ADP また ISM の指数を見ると短期的に今回の4月の雇用統計はやや上昇圧力がかかっている可能性がありそうです。 ただし、雇用者数の伸びに対しては、パウエル議長の発言も含めて、やや強めに出ても許容される可能性がありますので、重要となる賃金の動向。ここが市場予想内に収まれば、ドル円ですね。もう一度、少しドル安方向に反応する可能性があるというふうに考えています。 では最後に、今後のですね、経済指標の発表スケジュール、こちらの方を示していますので、ご参考までにご覧をいただければと思います。最後になりますが、動画の方気に入っていただけましたら、高評価のいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。